皆さんはご存知だろうか。闇世界に暗躍する攻略打法、セット打法、必勝法なるものをネットで調べれば5万と出てくるこのワードに心躍り、手を出した人もいたのではないだろうか。また真偽不明な攻略法に疑いを持ち、購入を躊躇した人が多いこともまた事実。ネットに蔓延する情報は嘘か誠か、少なくとも嘘の情報で利益を得る者がこの世界にいるということは、正義心の塊、また2021年度抱かれたい店長ランキング第1位のオカルト店長が許さない。この物語はそんな事態に真偽を確かめるべく、一人のおじさんが立ち向かう勇気と希望と感動を描いた壮大な検証番組なのである。はい、どうも、オカルト店長です。はい。今日はですね、まあ、テロップでもありましたけど、闇に切り込む企画。はい。第1弾。第1弾。何でしょう？今回は、ジャグラー万枚確定打法です。お！万枚確定打法。はい。はい、何をしましょう？はい。まずは、メダルを7枚用意してください。はい。メダル7枚、はい。7枚、はい。その7枚を、まあ、入れるんですけど、その入れるときにコツがありまして、はい。そのコツっていうのが、その、メダルを入れます。その時に、6枚目までは、マックスベットを連打してください。で、その時に、まあ、連打の回数が、1枚につき1回以上なので、まあ、6回以上押すようにしてください。はい。スピードよくですね、はい、こっちが。そうですね、はい。はい。で、その最後の7枚目の入れた時に、同時にレバーを叩いてゲームを始めます。おう。それをすると、50ゲーム以内に、おう。テカる確率がとてつもなく高くなるらしいです。これで万枚を狙えということですね。そうですね。あー、了解しました。50、これで1セット。はい。で、このセットが決まったら50ゲーム以内に。50ゲームは普通に打って。はい。その中で当たる。当たるから。から。また当たり終わったら、またセットし、そうですね。セットをまたして。おう。それを繰り返していくと、万枚が確定するそうです。まあ確かに万枚確定するな。こんなんで光ってたら。50分の1以下になるからね。うん、ですね。大当たり確率が。了解しました。はい。では、闇に切り込んでいきましょう。はい、お願いします。はい。じゃあ、7枚持ちました。はい。マックスベットを押しながら、7枚目は、はい、まあ今決まったよな。まあ大丈夫だな。大丈夫です。よし。大丈夫だよな、もう一回やっとこうかな、はい、もう一回やっとこうと、イノシのロの7、何回やってもいいだろう、当たりやすくなることに変わりはないですからね。そうだな。よし、2回やったから2万枚だろこれ。よし。OK。 とりあえずは50ゲームまで、はーい、進みましょう。やっていきましょう。あ、ちなみに、はい、設定1にしてありますんで、はい、最低設定、最低設定でどこまでが当たるのか、だからまあどこのホール行ってどの設定打ってもね、1位が、うん、1位がそうならもうどれでもいけちゃうわけですもんね。いける。これで金儲けてるやつがいるんですよ。本当ですか？許せない。オカルト店長として、そう、オカルトはいい、オカルトはいいですよ、はい、無料で発信してますんで、はい、これはセット打法でしょ、はい、売る、ね、売ってお金にしてる人が、儲けてる人がいるんですよ。で、これを売って買って、はい、まあ騙されるかどうか分かんないけど、被害に遭われてる方もいると考えると俺は眠れない。こういうのは偽物なんですよっていうの
広めていきたい。はい。だから買っちゃダメですよと。ほらほら残り1ゲーム。ほらやがんない。あ、まだ4ゲームあるんだよ。ダメですか。ダメでしょう。 52? 52あら、まあ、ダメですか、やっぱり。騙された。騙された。皆さんも気をつけてください。はい。ただこれ1台だけじゃあれだから、もう一度やってみるか。ハンキーやりたいな。ハンキー好きなんだよ俺。ハンキーでできたら最高じゃん。やっぱやるな、自分の好きな台がいいですよ。そうだ、やっぱ好きな台でできたら最高なんで、とりあえずファンキーやって、はい、で最後6号機かな。6号機で。もう相当上手くなって俺セットは。もうね、外さないですね。間違いない、これタイミングバッチリ完璧ですよ。完璧です。これでペカったら、まあ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 、だってペカ50ゲームあるでしょ。50ゲームあればまあ光るだろう。ほら光るよ、俺だもん。ペカっちゃった。どっちだろうな。どっちのが効いたんだろうこれ。どうですかね。どうだろう。まあいいや、早い。おお。びっくりした。プレミア。プレミアです。8ゲームプレミア。プレミアセット打法。プレミアセット打法。えい。レッツゴー。レッツゴいかんのだよ、成功しては。闇を暴きたいのに。そう。本物を拾ってしまったってことになっちゃうから。それは、そういうわけいかないんですよ。じゃあ、もう1セットだけやってみる。はい。これで。とりあえずは、まずは、はい、リセットして。子役。はい。ああ、ダメだ、子役以外。はい、オッケーです。でまた7枚セットです。はい。おお、完全なタイミングだった。完璧ですよ、本当に完璧。次は52ゲームまでですね。はい。これでまた、はい、結構早い段階でペカってプレミアだったら、ファンキープレミアセット打法ってことで、はい、ちょっと売り出そう。わかりました、決定書きましょう。ちょっと儲けちゃおう。よし、儲けるぞ。終わっちゃうぞ。終わっちゃうぞ。売り物なんないんじゃないかこれじゃ。くそ。ラスト。不労収入の夢が。ああ。ああ、光らない。じゃあ最後6号機。6号機で挑戦しよう。6号機です。6号機、緑パネル。これで成功したら。もうね。まあもうね、ちょっと売るし、買ったも当然ですよね。そんな、はい、
50枚入れちゃうとねオカルト打法になっちゃうんで、なるほど、うん、一般的な打ち方に切り替えて真偽のほど確かめていきましょう。そうです。できれば理想なのはペカらない、まあ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 ペカらないでいてほしい。はい、闇を暴くそうってことですからね。今回あるわけないと思ってるから俺は。確かにでもやっぱね、はい、買っちゃうんですよ。買っちゃう人はいるんですよ。藁にもすがる思いで、思いで、うん、攻略法セット打法、はい、直撃打法、まあみんな勝ちたいですからね。そうだな。だから俺ぐらいの、はい、あのやめとき140から160のゾーンがありますよとか、はい、狙うとこは7がいいですよとか、はい、それぐらいでいいんですよ。かわいいやつ、かわいいオカルトで、これガチだからって、じゃあこれ3万だけど今だったら1万円で売ってあげるよみたいな、がっつりお金持っていこうとするのはちょっとダメと、うん、俺はいや分かんない。それが当たりいいよ、当たりだったらね、まあまあまあね、まあ、お互いねお金入るし、お互いビビン、まあないでしょう。なかなかね、本物の攻略法って言われるのは、はい、あるはあるよ。はい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 、あるはあるんだけど、あるんですか。今はどうか分かんないけど、はい、ある時期もありました。ほうほうほう。でも売られてる価格が2000万とか3000万、はい、ガチな、もうマジのガチなんだね。そう、はい、で期間が3ヶ月か2、3、4、はい、半年持てば最高だけど、それぐらいで絶対にバレる、バレる、バレる、改良されちゃう。あ、だからその期間で、はい、まあ、1ヶ月っていうのもあるから、その期間で日本全国、はい、飛び回って、はい、抜くだけ抜く。ああ、なるほど。そういうのはありました。あったあった。ほうほうほう。だから仲間が大きいは多いほどいいんだよね。何十人も集めて50ゲームですね。え、何、あっちまで50ゲームです、ね、50ゲームじゃん。光ってなし。 51? あ、でも6号機は0から始めたんで50で合ってます、ね、合ってる、はい、次は追加の2の C 7枚入れて、どうぞ。何の、あ、最高に入った今。あ、次は102ゲームですね。ん、101、ごめん、101です。はい、これで来ない方が俺は嬉しい。嬉しい、暴けますからね。まあでも、はい、ネットにいっぱいあるでしょ、攻略打法。確かに、攻略打法、ね、セット打法、はい、じゃあちょっと一個一個潰していこうですね。やっぱ騙される被害者を少なくするためにも。そうだ、ダメよし一発入れといた一発、一発入れといた。これ3ゲーム、はい、2、1、これこれですね。よし、光ってない、よし、 OK、 はい、はい、どうでしたでしょうか。セット打法、今回は満枚直撃、満枚、満枚確定ですね。満枚確定、確定そっか、満枚確定セット打法でしたが、ご覧の通り、ガセネタということで、ダメでしたね。ダメだったね、はい、はい、ということで皆さんも騙されないように、はい、気をつけてください。とりあえず今回は第1弾、また第2弾でお会いしましょう。はい、バイバイ、バイバイ。
はい、どうも、最後までご視聴ありがとうございます、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録そして高評価お願いします。はい、ブーちゃんでした。さすがブーちゃんでした。バイバーイ。